70歳から始めた YouTuber。 学林寺、西の法隆寺、覚林寺公園案内図があります。覚林寺の周りは公園としてきれいに整備され、加古川市民の憩いの場となっています。はじめまして、ナビゲーターは解決播磨王と申します。よろしくお願いいたします。覚林寺は天台宗の寺院で、開基は聖徳太子、創建は崇祯天皇2年西暦589年と言われています。日本人ならわかりやすい大化の改新西暦645年の約56年前の創建になります。建物では本堂と太子堂が国宝です。重要文化財は上皇堂、鐘楼、行者堂、護摩堂などがあります。建物以外でも多数の国宝重要文化財があります。このように多くの文化財が残っているので、西の法隆寺と言われるゆえんです。ただ危うく織田信長勢のために寺宝などが消失する危機がありましたが、当時姫路領主だった黒田元高、吉高親子の説得で戦火を免れたという話が伝わっているそうです。旧播磨地方、現兵庫県南西部で数少ない織田勢の被害を受けなかった寺院でしょう。開基をされた聖徳太子は日本人に親しみのある人物です。個人的には覚林寺建立に力を発揮しただろうと思われる旗の川勝と、彼の率いる技術者集団覚林寺に現在も残る多数の辰山石にも興味を持っています。なお最後にささやかなおまけがありますので、興味のある方はご覧ください。この石柱には聖徳皇太子御霊石と刻まれていると思います。覚林寺へ入山する前に見ていただきたいものがあります。私のわかる範囲で紹介します。まずこの石柱は青色の辰山石で作られています。下部の石は黄色の辰山石です。下部の石はズレが見られますのでちょっと心配です。この石柱は素晴らしい出来栄えだと思います。こちらにある石材はほとんどが辰山石です。少しズレが発生しています。案内板によると、西暦589年に聖徳太子が16歳の時に旗の川勝に命じて仏教を広めるための道場として建てられました。中略後半に覚林寺と黒田元高、吉高、官兵衛との深いつながりが書かれています。聖徳太子と旗の川勝との関連として、覚林寺から直線距離で約 1.5km のところに、先日動画で紹介しました泊神社があります。境内の石碑に飛鳥時代西暦592から710年には聖徳太子が覚林寺を建立の際、側近の棟梁の旗の川勝が紀伊の国から自身の氏神である国かかす狼を勧請し社殿を建立したとありました。地図で確認すると、覚林寺と泊神社はこのように近い場所です。覚林寺から歩いても約 2km で、現在でも遠いとは感じません。勝手な想像をするとすれば、覚林寺創建当時は覚林寺と現在の泊神社は相当関係が深かったように思います。それのキーマンは言うまでもなく旗の川勝です。覚林寺は我が町加古川60選に選ばれています。
この参道の敷石は辰山石です。石柱の側面には日本仏法最初旧四天王寺戸田山覚輪寺と刻まれています。聖徳太子震災獄第27番霊場戸田山覚輪寺。辰山石で作られた石灯籠です。辰山石なのでこのような柔らかな曲線などの加工ができたのでしょう。嘉永3年西暦1850年寅年4月これを立つと刻まれています。参道には黄色と赤色の辰山石が敷き詰められています。この辺りにも辰山石がたくさん残っています。ここにも辰山石が残っています。青空に三重の塔がよく映えています。立派な二王門です。屋根に比べて柱がそれほど太くありません。それにより美しい屋根が強調されています。案内板には県指定文化財の二王門について書かれています。室町時代西暦1336から1573年日本堂に倣って建てられ、江戸時代西暦1603から1868年末期に大修理改造されたようです。二王像阿行です。
関西花の寺第9番覚林寺。こちらは運行です。ここからは第2部へ。お楽しみに。今回の動画は今までの編集とちょっと違う内容にしました。今までは2頭を追うような形でしたが、今回は1頭ずつ追っかけるようにしました。今後はこのスタイルで進めていきたいと思います。話は本題に入ります。覚林寺は有名なお寺です。なぜ有名かは、覚林寺が保有している多くの文化財を見れば納得できるでしょう。今回は入山するまでに見るところを紹介しました。貴重な鉄山石の石柱、石灯籠、敷石、石垣などを見ることができます。年々鉄山石は劣化していきますので、貴重な文化財を見ておくことも大切なことでしょう。覚林寺は鉄山石の産地である高砂市鉄山から近い直線距離で 5km 未満こともあって、多くの鉄山石が使われたようです。覚林寺を開基された聖徳太子は、覚林寺から直線距離で約 25km の兵庫県太子町にある斑鳩寺の開基もされています。聖徳太子と播磨地方は太子が荘園を持っていた関係もあって深いつながりがあったようですが、旗の川勝は聖徳太子以上に播磨地方と深い関係があったようです。旗の川勝は京都の渦政を本拠にしていることはよく知られています。なぜ畑氏の棟梁と播磨地方とつながりが深かったのか、それはよくわからないことが多いと思いますが、少しずつでも点を見つけていこうと思っています。そして点を積み重ねることで何か見えてくるかもしれません。動画の第2部では覚林寺の境内に入って本堂や太子堂、三重の塔などを動画編集して公開します。素晴らしい文化財をうまく表現できるかちょっと不安もありますが、頑張って取り組んでいきます。ご視聴ありがとうございました。今後も少しずつ動画内容のレベルを上げていきたいと思っています。期待を込めて、いいねやチャンネル登録をしていただけるとやる気につながります。よろしくお願いいたします。国宝覚林寺本堂第2部へ続く。今回のおまけです。覚林寺から鉄山石を産出する現在の高砂市鉄山までは直線距離で約 4.5km です。加古川を船で渡る必要はありますが、近い距離だと言えます。覚林寺から同じく聖徳太子が開基したといわれる兵庫県太子町にある斑鳩寺までは直線距離で約 25km です。斑鳩寺の創建、西暦606年されたといわれる年代からすれば、おそらく畑氏が関わったことは間違いないでしょう。